This week's amazing amusements. 令和だそうですね。次の言語は。あの、ま、あ今日ね、もう、偶然ね、今日仕事休みだったんですよ。ね、まあ、見るかということで朝起きてね、まあ、家事ちょこちょこちょこっとだけ家事やって、もうっつってテレビずっと見てましたね。ずっと TBS 見てましたけど、で、あの、10時ぐらいからかな。ざっくり10時ぐらいからずっと見てて、で、あの、 官房長官が「令和」っつって出して「はあはあ」って言ってあとずっと遊んでましたね今日ねボケーっとしてました今日ずっとニュース見終わったら映画見て、えー、映画見終わったらアニメ見てましたねねですね今日ね。 なんか廃人になってましたはいそんな感じでございますがまあ、偶然エイプリルフールだったもんでね国家主導のエイプリルフールかなんかじゃないかなってのはちょっと思ってましたけどそういうわけじゃなさそうですねヤマドリのラジオカンファレンス始まるぞまたラジオやるラジオを正ええ、この企画何本目か。いいですよ会カンファレンス 見ろこれがこじらせたクリエイターの生態だヤマトリンンンンのララジジオカンファレンス略して、ラジカン改めましてメインパーソナリティのヤマトリンです、えー、毎度どうもということで、えー、今週のトークテーマはですね令和の話をするわけじゃないんですよ今週はねそんなね最近動画見るぞの廃人とかしている私が廃人になってる理由はねうちね動画配信サイトの登録 あのフールとかネットフリックスですけどうちね4社ぐらいね見れるんですよそんなに見れる意味あるのっていうぐらい見れるんですよねなのでせっかくなのでその動画配信サービスの比較をやろうかなということでなかなか滅多にやらないし多分リスポンっていう場所だとまあ、皆さん学生さんが多いかまあ、学生も学生中学生とかがもう多いでしょうからねあのそんな知らねえよと。 クレジットカードそもそも使えねえしみたいな、ね、未成年の方が多いとなかなか動画配信サイトっていうのをね親に登録してくれよと言えないもんでしょうからなかなか試しようもないということで我が家でね使っているこの動画配信サービスっていうものの使い心地をレビューしてみようかなと思いますはいということで今週はちょっと一風変わった、えー、ヤマトリンのラジオ感は第56回座して聴けステイチューン。 ラジカンッーマトーク今週のトークテーマは「動画配信サービス比較」ということで、えー、やっていきたいと思いますがなかなかねあの動画配信サービスを比較するってねやっぱお金かかりますからねうちねそれでね計算してみたんですよ。今うちが総額いくらを使っているのかうち2500円です。それでも2500円ですよ そう考えたらちょっと大した額じゃないんだよね。2500円で4社契約できるんですよ。ねえー、っとうちが登録してる動画配信サービスが Netflix とのベーシックプランね。Netflix ベーシックプランと Hulu と Amazon プライムと D アニメストアなんですよ。えー、っとまず見方なんですけどそもそも論、えーっと。基本的にインターネットを使って見るものです、これは。なので、インターネットに接続できる機器が必要です。なので、パソコン。 えー、私はだからパソコンのブラウザで見てますテレビでも見られるってやつなんですけど今テレビっていろんなネットをつなぐじゃないですかでただつなぐ時にねいわゆるそのブラウザとかその届いてるやつを見るために iPad とかの中に入ってるのは AndroidOS みたいなのが必要なんですよでその AndroidOS みたいなやつをテレビに映し出すっていうようなことが必要になるんですねで、えー、よく有名になるのが FirestickTV って言われてる テレビに映し出す動そのファイアスティック TV っていのがこの間買ったのが7000円ぐらいだったんだけど7000円ぐらいのやつを HDMI のその端子にゴーンって繋いであげてでそいつをインターネットに登録するんですよ家の w i f i に家の中には w i f i 飛ばしとらなきゃダメなんだけど家の中の w i f i 飛んでるのに登録してやると、まあ、そこから見ることができるっていう仕組みになってます。 まあなので、初期投資として、ァイヤースティック TV の、私はあの、最高画質のやつが見れた方がいいと思ったので、え、ちょっとお値段のお高い方を買ったんですね。2000円ぐらい安くして、5000円弱ぐらいのやつを買うと画質が下がるんですよ。SD 画質ぐらいまでしか見れないので。で、まあ、そんなにね、バカでかいプラズマテレビとかってわけじゃないんですけど、まあ、それでも一応ね、あの、やっぱ高画質のやつが来てた方が、結果的にいい画質で見られるっていうのと、あと、早い。回線が多分ちょっと早そう。 まあ、それはどうなんだろうなわかんない。比較したことないけど。まあ、そんな感じでした。で、えー、っと、あとは PS4。PS4 がある人は PS4 を使えば PS4 にそのネットフリックスだとかをその映し出す機能があるので、えー、PS4 があれば PS4 テレビに繋いとけばそれでも OK です。PS4 と、えー、無線 LAN。無線 LAN って今言わないのか Wi-Fi か Wi-Fi 繋いでやれば、まあ、見られますよと。 いう感じですねただね、注意しなきゃいけないのが、d アニメストアとか d ビデオって言われてるやつが見れません。PS4 に対応してないんです、このサイトは。だから見れないです。なので、うちではネットフリックスフール、アマゾンだけだった時は PS4 があったんで PS4 で見てたんですけど、d アニメストア登録した瞬間にですね、見れねえじゃんってなって、えー、ではしょうがないから買いましょうと言って、えー、ファイアスティック t v を買ったという流れでございますね。なんで今、うちフルスペックですね。で、ただ、このファイアスティック t v があると、 本体があるとねこれちょっと面白いのがテレビが例えばあの1階と2階で2台あるとかいう場合、まあ、1階でちょうちょを見てた時で,でかい画面で見た後に寝るわってなった時にさ「いや上の階で続き見るから」っていう人がそのファイ r ースティック t v 引っこ抜いて上の階に持っていくとその上の階で再生できるはずなんですよね w i f i は同じだから同じ家の w i f i に登録してるからあのい1階 の中でそれをファイアスティック t v 移設するだけで簡単にどのテレビでもネットテレビが見られる状態になるはずなんですよ。これは実験してないですけど、あのうちはテレビ1個しかないので、実験してないですけど、おそらくそうなるはずです。ね、というような、まあそんな使い方をします。さてさて、えー、ここから先はですね、配信している内容でございます。えー、っと、まあ、使い方としては、どのねあのプラン、プランというか、 動画配信サービスもアクセスして、その中にもう登録されてる番組を選べば、いつでもどこでも、どこでもじゃねえわ。いつでも好きなところからそれを再生できる。で、再生し始めて、途中でちょっと出かけなきゃいけないから番組止めて出た場合は、その番組をもう一回クリックすると、その見を、見、止めたところから続きから見られるっていうふうになってますね。これはどの配信サービスもそうです。で、じゃあネットフリックスから。 ベーシックプランっていうのうち入ってるんですけど、このベーシックプランだと SD 画質っていうもので、まああんまり画質良くないっす。ただ早いっすね。で、えー、同時に1画面。だから例えばテレビで再生するとか、えー、パソコンで再生するとかいろんな方法があるんですけどあの、テレビで再生してるとパソコンじゃ見れない。パソコンで再生してるとテレビでは見れないっていう状態になります。で、えー、っと、スタンダードっていうのに料金を上げるところ1200円になります。で、これが HD 画質になって2画面まで見れます。1回これにしてました。 た、まあ、ただだいいららねえだろっってなってなベーシックに下げたらしいんでですけどでこの上にプレミアムってのがあって、えー、これがですね 4K ウルトラ HD それから HDR 画質まで上げられるでこれで4画面まで同時再生できるんでまあでかい家だったらねそういう風にしてもいいんじゃないでしょうかでフールフールは基本的に1画面みたいなんですけどこれうち900円ですね月額。 でアマゾン。アマゾンプライムは月額だと400円なんですけど、年会費っていう設定があって、年会費3900円でアマゾンプライムでプライム会員になれると。m アマゾンでプライム会員か。で、アマゾンプライムビデオっていうのが見れるようになると。で、d アニメストア。d アニメストア月額400円ですね。はい。まあ、こんな料金形態になってます。これがまあ料金比較なんですが、まあ、他にもいろいろね、比較仕様があるんですよ。まあ、気になる番組の数って ま、数はし、あの、その都度変動してるので、どれもかしこも数えきれないぐらい多いんですよ。なので、ぶっちゃけて言うと、一つの配信サービスを登録した状態で、その配信サービス全部見切るっていうことが無理です。物理的に無理だと思います。あの、テレビを同時に7台ぐらいつけて、7台別の番組を一度に認識できるぐらいの聖徳太子並みの、その、視聴スキルがないと多分無理ですね。まあ、それは無理なんで、ぶっちゃけ一つでいいんですけど、ただですね、やっぱね、配信してるものに毛色があってですね、 今は海外ドラマが見たいとかっていう時とか、今はアニメが見たいで、アニメもこのタイプのアニメが見たいとか、いろいろそういうのになってくると、急激にね、あの、複数欲しくなるんですね。で、えーまあ、いくつか特徴を述べていきます、えー。まず、ネットフリックスから、あ、嘘だ。アマゾンプライムからにしよう。アマゾンプライム。アマゾンプライムは正直一番リーズナブルです。えー、年会費を払ってしまえば、えー、っと、月額が400円を切ります。なので、これが一番安いです。 年会費だと3,900円なので。で、しかも Amazon プライムだと、プライム会員として、Amazon でのネット上のお買い物、この時に、プライムの特典を受けることができます。例えば即日配達とか、えー、そういうのがついてくるので、正直一番お得なのは Amazon プライムです。まあ、番組の数も多いですしね。で、あと、お笑い番組とかの、その、戦闘車とかね、えー、ダウンタウンの、 あの、松本磯さんとかが結構力入れてバラエティ作ったりしてるんですよ。ネット、アマ,アマゾンプライム用に。ね、プライム会員限定プライム独占配信みたいなのもありますが、その独占配信の中でも、えー、吉本さんとか多分力入れてるんじゃないですかね。多分。まあ、みたいなところがあります。で、ただアマゾンプライムってね、番組の回転が早いです。あの、実際このネットの配信って一度配信されたら永続的に配信されてるわけではなく、登録された番組は、 有効期期限限というか配信期限があるんですすすよでででいいいついつ配信がが終了しますっていうのがあるんですねでそれがすげえずーっとあるなこの番組っていうのもあればすぐなくなるやつもあるんですよね。でアマゾンプライムはまあ結構ピュッとなくなっちゃうんですよだい。もう配信始まって1ヶ月とか2ヶ月でなくなるものも中にはあります。まあ、これは人気のやつがそうなんですけどだからジブリ作品とか「エヴァンゲリオン」は今度ネットフリックスで配信されるのが決定してますけど。 エヴァンゲリオン、あとジブリみたいな有名なのとかは全然どこの配信サイトにも上がってないんじゃないかな。いわばそういうやつは、ね。逆になんかテレビシリーズのドラえもんとかクレヨンしんちゃんとかはあったりするんですけど、まあそこはちょっと多分まあ、多分権利問題のがあるんでしょうね。あとはその、そのスタジオジブリっていうものがそういう新しい波にわざと乗っからないって、きっとなんか古いものに多分何かエナジーを持ってるんでしょうよ。私にはちょっとそこの判断は 分かりませんんけど、まあ、そういういいもんみたいですねアマゾンは安い分だけ早いし、えー、あと画質もちょっと低めだと思いますいうところですかねで、えー、次は Netflix Netflix に行こう Netflix。Netflix が結構回線早くてサクサク見やすかったですね、まあ、どこもそういうその回線の早さだったりとか番組の見やすさだったりとかそういったものに対するケアっていうのはどこの 配信サービスも独自にやっているので、徐々に徐々に、あの、サーバーの数とかを増やして、回線を太くして、早く動画が見られるように、途中で止まったりすることあったんですよ、昔は。今はほとんどなくなりましたけど、そういうのがないように頑張ってやってくれてるみたいです。で、その、ネットフリックスのラインナップだと、やっぱすごいのは、ネットフリックス独占配信ってやつがすごい力入ってて、ネットフリックスオンリーのドラマで、例えば、これはちょっと、海外 SF が好きな人はもう、 バッチリネットフリックス飛びつくだろうなって思ったのは、スター・トレックの新シリーズをネットフリックス限定配信にしてたんですよ。これはすごいと思いました。僕はトレッキーなので、ディスカバリーってやつシリーズがあるんですけど、テレビシリーズをテレビでやらないんですよ。もう全部、ネットフリックスだけでやるっていう。でやっぱりその、海外ドラマの中でも、すごいその、トラディショナルなやつじゃん、スター・トレックって。それを限定配信にするパワーはすごいと思う。あの、なので見てます。で、もちろん他の旧作品、 えー『スター・トレック』新・スター・トレック、えー『ボイジャー DS9』と全部見られるんですよこれが映画シリーズもなんと見れるというねあしかも新しい方の映画も見れるんですあの『イントゥー・ダークネス』まで確か見れたと思いますそう考えるとトレッキーは一択ネットフリックスですね間違いないあと結構海外の SF 映画は結構フリックスあるかなバック・トゥー・ザ・フューチャーとか『ターミネーター』とかも確かあったと思いますその手の海外ドラマが一番充実してるのもおそらくネットフリックス ですね、あと私がちょっと敬愛してやまないアニメーターさんの一人であの坂上礼二さんっていう方がいらっしゃるんですけどその方がね作画監督もされてるバキとかもネットフリックス限定でしたからねまあそういうこともあって結構、うん、使ってますねはい、えー、続きまして HuluHulu も海外ドラマ強いですねもともともちろん2つとも海外のものだったのででただね Hulu だとちょっと日本のアニメのラインナップが違うんだよな フールとネットフリックスだとあんまりね、番組被らないんですよ。なので、フール、ネットフリックスの合わせ技は、あんまし被りがないので、結構お得感がありました。これ結構嬉しい。で、最後に、あでフール結構サクッとしちゃってますけど、あのー、結構使用感は、フールとネットフリックス一緒なんですよ。使用感はね。一画面でしか見れない。スタンダードベーシックプランだと、あーベーシックか。ベーシックプランだと、一画面でしか見れないっていうものだったりとか、ガクスえー、っと、 画質だったりとかあとフールのオリジナルとかフールはちょっとオリジナルが弱めかなイメージではねまあありますけどあのー、使用感はほぼ変わらないですただ最後 D アニメストアこれを足してしまったんですねうちはねこれ D アニメストア何で足したかって俺がダンバイン作って,てダンバイン見てーってなってじゃあ D アニメストアだねってなってじゃあいいよ登録しようってなっちゃったっていうす私が悪いんですけどただね D アニメストアには問題があるんですよアニメ専門じゃないですか行かれてるぐらいアニメ見れるんですよ なんでこれがあるのっていうのが見れるんですよ。うち今、未完営日記見てますからね。あとね、あれだ、勇者シリーズが今、全部ね、D アニメストアに来てるんですよ。だから、ガオガイガー、全部見れるんですよね。で、この間、ガオガイガー、破壊王もね、コミックス版、ガオガイガー対ベタマン、コミックス出ましたけど、あのガオガイガー、ファイナルまで見れるんですよ。ガオガイガー、見なきゃな、みたいなね。まあ、いや、もちろん全部見てるんですよ。あの勇者シリーズは見てるんです、ことごとく見てるんですけど、見てるんですけど、やっぱ見たいよね。 でね、エルトロンシリーズが今ね、別のとこ行っちゃってるんですよ。前はね、プライムにあったんですよ。U シリーズもプライムにあったんですよ。ただ、あの、映っちゃって。ダンバインとかエルガイムとかその辺もあったんですけど、今、D アニメストアに流れたんですよ。だから、一時期プライムにあったやつが D アニメストアにパッと映ってるっていうイメージが僕はありますけど、ロボットアニメ系はね。あと、ガンダムとかもかなり充実してますね。多分ね、この4社があれば、ガンダムほぼ全部見れますよ。見れないガンダムあるかな ?MS イグルあったかな あ、でも、そんなもんすかね。この間、結局、ネットフリックスには、あの、ディスティニーの HD リニューアル版だっけなんだっけあの、リマスター版か。あれも上がっちゃったしね、全部見ましたけど、一応。なかなか体力いるんだ、俺が。ただね、アニメ一気見やるのには最適。であと、何よりね、あと、そうそう、ウルトラマンとか特撮もすごいんですよ。で、もしね、特撮、東映特撮極めたかったら、ここに月額1000円で東映特撮ファンクラブを入れるしかないんですよ。ここが最強なんで。東映特撮ファンクラブを入れると、 えっともう本当に「スーパー戦隊」シリーズが最新作の最新放送まで全部見れる「仮面ライダー」も全部見れるっていう状態になるであとは「仮面ライダー」以外のとか「戦隊」以外の,、まああのちょっとマニアックな東映特撮ねあれも全部見られます円谷はどうだろうな一時期ネットフリックスがね円谷ほとんど見れたんですよ今全部映っちゃってどこ行ってんだろうなフールかなあとね怪獣映画も結構見れるんですよね であとね、アマゾンプライムでシン・ゴジラとかも見れますし、だから、怪獣映画も見ようと思ったら、まあ、どれかのチャンネルで見れるので、まあまあま、あ困らないぞとだもう。あ、あれが見たいなって気分になった時に、月額2500円でレンタルしに行かなくていいんですよね。返却っていう手続きもいらないんですよ。どう考えても安くないだから、ツタヤが滅びるのも時間の問題だなと僕は正直思ってます。だから、ツタヤはレンタルビデオショップやレンタル CD ショップとしての、その、 権益はなくすだろうななんか別の生き残り方を多分しないと、ツタヤは多分ただの本屋になるんじゃないかなって思ってます。よほどサービスのいい本屋ね。まあ、そんなところですかね。まあ、これが私が調べる限りの動画配信サービスの比較でございます。あのー、皆さんは何を選びますか個人的、あの値段もう先にじゃ決めときましょう。これ決めときましょう。 あの、値段を押すならアマゾンプライムです。これ一択です。シン・ゴジラ見れるし。で、えー、新しくね、あのー、アルファベットで書くウルトラマンも本日、あ、ごめんなさい。これ今日4月1日収録なんで、えー、本日から配信がスタートのウルトラマン漫画版ですね。あれの映像を、ネットフリックス限定配信に決まってます。これもネットフリックスで、まあ、比較的安いですねで。アニメ見るなら D アニメストア。 で、ちょっとうがった海外ドラマとそれじゃ足りないのを補完するために hulu が必要です。で、あとね。hulu は一個最強なのがある。焦点が過去1年分全部見れる。多分フール。俺の中でのフールは本当に補完と。あとは焦点のために見てるから多分ただね。あとね、hulu で面白いのビッグバンセオリーっていう。すげえ面白い。海外ドラマがあるねん、まあ、それは置いといてまあ、そんな感じですね。皆さんはどれを選びますかえー。自分の見たいものを選ぶかあるいは？ 全てを得るか全て得たところで月額2,500円でしょ大したことないよね。以上今週の「ラジカンテーマトーク」でした。まあ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 あのー、テレビね 現代のテレビの見方っていうのも多分まあどんどん変わっていって私はいずれテレビっていう媒体は完全消滅すると思ってます地上波のテレビっていうのは完全消滅する時代がもうとっとと来るとそして地上波のラジオ配信もなくなるぞっていう日来ると思います要するに全部ネットの全部ラジコになるっていうことですよねおそらくそういう日は来ると思ってますでテレビが全部本当に完全なるインターネット配信のみになって w i f i つなげば誰でもテレビ見られるっていうような風にしないとテレビ局っていうものはもはや生き残れないのではないかと正直思っていてだって HuluNetflix の便利さがヤバすぎて俺だって地上波のテレビニュース以外見ねえよ本当にに朝ドラとかああいうのもさまあそうなんだけどもうどんなテレビもそのあれが入っててテレビの中にそのアンドロイドみたいなの OS が入っていて それで、インターネットもテレビで見られて当たり前っていうのが来ると。で、ゲーム機っていうものが同時になくなりまして、これ私の考えです。ゲーム機がなくなって、テレビの中にある OS でゲームが動く。だからインターネットで動く。で、えっ、ー、と、なんだっけ、海外でさ、あの、ゲームをは、中継配信して、プレイするっていうのを、始め、サービスで始めようとしてるじゃないもう始まってんだっけで、それがあればゲーム機いらなくなるんですよ。 だからテレビにそれを認識する能力とスペックさえあればあのハイスペック PC もいらなくなるんですよねだからそうなるとただ今度逆にねじゃあネットを常に誰しもが持っていなければならない時代が逆に来るんですよ常にネットポケット w i f i を常に持ってなきゃならない時代が来るっていう多分ね全員ポケット w i f i を持ってるみたいな状態で機器は好きに繋ぎげゃいいやみたいなで全員パケ放題ですよみたいな多分そういう風になるんだろうね これはねもう実はね俺56年前からずっと言ってるんですよいやテレビなくなるよって俺はテレビなくなるからテレビにかじりついちゃダメなんだよって映像を見るっていう文化は残るはずただいわゆる地上波テレビっていう概念がなくなるはずだって僕はずっと言ってるのであのもうそれがね僕がまだ全然現役の頃にもうとっとと来るよ多分あと10年以内にはテレビを持ってる家がなくなりだしたねっていうそ,そういうね従来のテレビを持ってる家が だいぶなくなりましたねって言い出すのは10年以内ですね多分ね僕のこれは予言ですはいまあそんなところでエンディングが長くなりましたけれども本日は以上でございますさあ告知、えー、4月の14日激オフ、えー、お芝居の入り口を開こうというワークショップです えー、舞台演出監督が皆さんのお芝居に手におはを指導してくれます。練習したお芝居を実際に収録していく時間も模様しております。今回のテーマはヒーロー研究。えー、私が台本を執筆いたしましたお。俺の台本をやりに来てくださいね。録音エンジニアは私でございます。録音パートの講師として参加しておりますので、ぜひ遊びに来てください。会場は東京になります。アクトホール。参加日は参加形態によって異なりますので、えー、申し込みホームによりご確認ください。えー、予約お問い合わせ、わからないことは私の DM 送っていただいて結構です。ツイッターでお待ちしてます。 5月18日歌ってみた技術工場のハイ、はい、あなたの歌を私が取りますヤマトリンの歌ってみた技術発展講座ですえ実際に機材で歌を取るとどうなるのか、えー、私がミックスするとどうなるのかあなたの決めた課題曲を一緒に収録しながら学びましょう1人1曲3000円会場は東京なりますアクトホールです、えー、予約お問い合わせは全てヤマトリンのツイッター d m のみで行っております、えー、2回目以降の方向けの特殊オプションっていうものも用意しておりますので、えー、ぜひともですね、えー、通っていただいて、えー、そういうところまで展開していっていただけ を送ってくださいえー、こんなところかな。あと、あの、インスパイアザベスト、あの、ネット通販してます。よろしく。<laughs> 軽くなった。ということで、番組のメッセージも、ツイッター DM、コメント欄にてお寄せください。今週もありがとうございました。ヤマトリンのラジオカンファレンス第56回。えー、今週はこれにて。See you next time. バイバイ。 「お前だけの夢」